銀座天一は東京都中央区銀座に本店を構える天ぷら料理の老舗。天一では天ぷらのことを天とみよしと称している。略称として天一と呼ばれる。日本全国に店舗を持ち、持ち帰り店も複数営業している。1930年10月、矢吹勲が日本橋人形町で創業した。 二年後の1932年7月、銀座西八丁目銀座通りの資生堂横を西に入った現在の外堀通りの角に移転。当時の天ぷら屋にはなかった新規軸を打ち出し、好評を博していった。新規軸の最初は夏場の営業である。客の目前で揚げる天ぷら屋は暑さを避けるために夏場は休業するのが当時の常識だった。 矢吹は店舗にクーラーを設置することで夏場でも営業を可能とし、通年営業することで顧客が定着していった。現在も若あゆ、苗が、穴子といった旬の種を提供している。次はコーン油の使用である。当時の天ぷら屋ではごま油を使用していたが、天一のコーン油で揚げた天ぷらは軽くて新しい食感を提供した。最後に食材である。 天ぷらといえば、魚介類が当然だという職人が多かった当時、様々な野菜店を提供した。戦前戦後を通じ、製材館の交換や銀座という土地柄あまたの文化人たちが店に足を運んだ。また彼らに同伴して来店した外国人洋人も多く、日本を代表する天ぷら屋となった。アメリカ大統領在任中であったビル・クリントンが、 黄門椎茸店のうまさに見せられ、離任後にも裁縫したほどであったという。天一の由来は、字が下手だった矢吹が一生を書き続けなければない野号に、天ぷらの、天と簡単な文字である、関数字の、一を組み合わせたものであるという。後に、当の眼神経の拓本、天一山なる学を、店の看板としている。現在では、本店の他に二十四の支店がある。 なお、銀座本店は、ビルの建て替え工事に伴い2022年夏頃まで一時休業となっている。また、群馬県水上町に、天一美術館を設置し、矢吹のコレクションを展示している。ありがとうございます。